なったばっかりの時は、知名度もなくてみんな何をやってるんだって感じだったんですけども、まあ、最近はメディアとかに取り上げられだして、もう理解がすごい得られてると思います。アメリカでのブートキャンプを通じて、大きな経験を得られたので、準備としてはすごくいい準備ができたと思ってます。まあ、これだけ大きな舞台でやるっていうのは初めてのことなのでちょっと緊張してます。やっぱり個人で強いプレイヤーもいると思うんですけど、まあ、団結力の方が強いと思っています。今日本では e スポーツのプロゲーマーという職業がすごい注目され始めていて、僕たちがもし IWCI で結果を残すことができればその流れがすごい加速すると思っているので、日本の e スポーツの発展のためにも僕たちは勝ちたいと思う。僕たちのチームの強みは ADC のユタポンの強さだと思っているので、そのチーム全体でユタポンがどれだけダメージを出せるかを意識してみんなで動いています。そうですね、初めての、まあ、海外のオフラインということで、まあ、でもオフライン経験はたくさんあるので海外に来ても実力を発揮して勝つことはできると思っています。初の海外での大会で緊張はしているんですけど、それよりも勝ちたい気持ちでいっぱいです。今回の一番の強敵は、ホームで戦っているトルコだと思います。大会で世界のチームと戦うのは初めてなので、その日本の実力がどこまで通用するか楽しみですね。一勝でも多く勝ち星を挙げて、決勝に残ることです。It's really exciting. It's
when we won in Chile, we were so excited to be here. I mean, to travel, a really nice experience for us. We are learning a lot from other countries, other people, and also from another professional culture in, here in Turkey, from riders overall. It feels very good to represent their country, well, in this case, Latin America as a whole. A great experience overall to be in a new country and meet new people and be in a higher level than you are usually. It's like a big step from our team, since we trained like two months to be here and just do our best. I'm confident about the success of the team because we found a really good coach, Radovan from Serbia, and he helped us to improve a lot. La verdad se mejora mucho la sinergia. Uno conocer bien la otra persona en el entrenamiento, uno va aprendiendo muchas cosas y más rápido. Es mucho más fácil saber cómo va a reaccionar la otra persona dentro del juego cuando uno está viviendo todo el rato con él. Cuando uno no lo conoce o no está en persona. Aparte que el carácter y el carisma como que es distinto en persona. Well, we always aim to win tournament. I mean, in the local tournament in Latin America, we weren't the favorites and we won 3-0. And I think if we did it before, and we have done it a couple of times, in the semifinals we weren't the favorite too. And if we did it twice, we can do it another time again. We want to win. Our goal is to win here and to go to the MSI in the USA. Yes, sir.皆さんおはようございます、本日は、IWCI、Day 2ですね、の模様をお送りしたんですけども、ついに第7試合、来ましたね、デザイン賞フォーカスミー VS KLG のゲームと、なっております。さあ、番の方がランブルのチラス、レブランク、カリスタ、ヘカリム、グラガスとなっておりますね。ちょっと放送の方が、ティッチの方が終わりましたからね。さあ、ファーストピック、シバナですね。ちょっとレボルさんの方がですね、今、所用によりちょっと席を外しておりますので、私一人で、トークをさせていただきたいと思いますけれども。さあ、シバナ、シバー、そして、セジュアニトとって、レクサイ・ジャンナですね。アイテルとすればですが、ピックかなり早いですね。ちょっと先ほどツイートをまあ見たんですけれども、マネージャーのエルグランさんの、ツイートを見たところです、まあ、お互い知り尽くしている相手だというツイートもされてましたから、現地でまあ
練習試合でもしたのか仲が良くなったのかはちょっとわからないですけれども、まあ、お互い知り尽くしているというところで研究済みということですかね。さあそしてサイオンスレッシュと取ってベインを見せてますが、ベイン取りますかね。ちょっと難しいかもしれないですが、ジャンナを取っているというのはおお取りましたね。ロックしてミッド後期、ベイント後期を組み合わせてジャンナで守りきる、そしてシバーナのスプリットプッシュもあってポーク能力もあるという構成を取りました。フォーカスミ、ここに来てちょっと思い切った一つ変わったピックを、やってきてますね。さあそれに対してのケルジー、さあ何を取るのか、ベイン、ハードエディキャリーは多分 IWC 試合初ですかね、ベインとして。ここからのバン、あーブラッド、さあロックしましたね。さあ皆様、日本ここで勝てばかなり大きな一勝ということになります。サイオンということですけれどもあ、今ちょうど、レボルさんが、所要からお戻りになられましたね。申し訳ありません、遅れてしまいました。いえいえいえ、さあもう始まってますけど、はい、バンピックこのようになっております。はい、唐突ですけれども、はい、はい、申し訳ありません。ベイン出ました、そして、はい、後期ミッド来ました。そうですね、はい、ここでかなりピックを変えてきましたね。ジャンナをピックしているし、KLG としては前線のフロントラインであるサイオンとセジュアニがいて、そしてスレッシュがそれをフォローしつつ、芝のウルトもあり、ブラッドのウルトもありといったところで、かなり集団戦に重きを置いた構成になってますね、はい、それに対して 2ADC 構成に近い形ですか、後期とベインを生かして序盤のところで有利を取っていかないと厳しい構成にはなってるのかなとフォーカスミは思いますね。そして 2ADC の時のベインがどう機能するのかというのも一つ気がかりではありますね。あと後期がどうですかね、 AP に行きますかね。ミックスダメージ気味にすると思いますが、やはりトリニティフォースを持った時の後期の、まあ、集団戦もそうですし、その後の CG のところでも強力さというのもありますから、まあ、トリニティフォースはまずは持つと思います。その後どういったビルドにするのかはちょっと確認したいところではありますね。あとついに芝のトップレーンでの芝のはずっとヘカリムでしたから、そのあたりがですね、どんな、形になるのかというのは、まあ、一つ注目どころですけれども、そうですね、ちょっとまあ僕ヘカリムのもそうでしたけど、芝生もボンジ選手初めて僕はプレーするのを見るので、はい、どういった使い方をするのか、まあ、芝生の特徴、スマイトを持った時の特徴としては、まあレーンの押しの速さ、プッシュの速さというのもありますけど、敵のジャングルに入っていって敵のジャングル内の中立クリープをどんどん勝って相手のジャングルにプレッシャーを与えるというのもありますから、そういったプレーが可能かどうかも気にかかりますね。あ、そういえば、はい、シーズン4のところで芝生がまだトップレーンとしてピックされていた頃、ボンジン選手は使っていましたか。なんか芝生のイメージは青鷹選手のイメージですよね。シーズン4だと、ありますね、やはり。ちょっとやはりあまり記憶に残ってないんですね。そこは、申し訳ない、データをチェックするのを忘れてしまいましたね、はい、
まあでもここですよ、ここで勝てば。そうですね、可能性が見えてくるというところでまずは1勝をしたいですね、うん、さあどうなるのか、注目のゲームになりそうですが、 KLG は改めてこうどういったチームなのかというのは。そうですね、まあ、ラテンアメリカを勝ち抜いてきたチームで、ミッドレーナーの方がアサシンをピックすることが一つ特徴なのかなという感じがしますね。そしてその上で、ジョチーバのところデーリングで有利を取ってアサシンを生かしたスプリットプッシュはピックアップを狙って、という形が多かったと記憶していますね。さあ来ましたね、アイドル試合で2第7試合目、デトネーションフォーカスミーバース KLG のゲーム見ていきましょう。さあアサシンが得意ということですが、今回はブラッドなんですよね、はい、そうなんですよね、ここスタイルをちょっと変えてきたのかなという感じがしますね。そしてブラッドに対してエレニンが非常に強力な攻撃を当てたというところで、ミッドレーンは有利を取りたいという狙いがありますね。そして KLG はトラップを仕掛けてますね。はい、完全にボットサイドのは捨ててトップサイド入ってくるところを狙ってますね。そして入らない、その動きを見て全員リコールかけてますね。全員がリコールかけましたかね。セジュアニは残ってますね。あ、セジュアニは残ってますね。スレッシュだけボットに向かってますか。はい、そしてフォーカスミーはスワップですか。そうのようですね。あ、いやでも芝もいますよね。本当にスレッシュだけボットレーンですね。はい、ちょっと珍しい。そう、どういった何か新しいことをやると、もしくはまあ赤バフのところのリーシを早く素早く終わらせて芝が、あ、ゲーム落ちました。あ、落ちてますか。はいはい、そうですね、リコールかけてますから。なるほどなるほど、はい、まあ2スマイトですから、うん、このあたりどうなるのか気になりますね。まあボットレーンのところで2スマイトを生かして早めにドラゴンを取るというのも一つ狙いにはなると思いますね。そこでドラゴンを取って、まあ、構成的にやはりKLG 側の方がレートゲームのスケールは優れているように思いますから、まあ、ドラゴンでそのスケールの差を埋めようという狙いは立てられると思いますね。シバナ VS サイオンというのはどちらが有利なんですか。シバナ VS サイオン、はい、シバナが一応スマイトなんですね、持ってますがね、どうなんでしょうか。あまり僕今回初めて見るマッチアップなのでちょっとと想像が難しいんですが、サイオンの意味が強かった頃であればサイオンと申し上げるんですが、Q が今非常にそのレーニングのところで上げるスキルがいいから Q に変わったといったところで、はい、まあ、芝の MS が非常に上げられますから、こうかわすことができるといったところを見て、あと E を使ったダメージ効果を考えると芝の方が、まあ、ある程度のレベルが立ってから、まあ、レベル4もしくはウルトに思ったレベル6カラーが一つ芝生が有利を取れそうな感じではありますがね。さあそしてミッド後期 VS ブラッドですけれども、ミッド後期 VS ブラッドはやはり序盤から中盤にかけては特にトリスターナを持っ、トリニティフォースを持ったあたりから攻撃は非常に強くなりますが、その前から攻撃は押し込めると思いますね。ブラッドはちょっと辛いレーニングになるかと思います。そうなったときにミッドのファーストタワーをどれだけ早く攻撃が折れるかというのが重要になってくると思いますね。やはりミッドタワーを取っておいた方がいいと。いいと思いますね。その押し込むことでブラッドがファームするスペースがなくなりますからね。ただあのブラッドは一つ1200ゴールドのリボルバーというのがコアアイテムじゃないですか、うん、そうですね。で後期からすると、まあ、1200同じで買うんだったらシェーンで、ファージだったら125プラスということで、ヘルスの交換をされた際はやはり後期は不利になるんじゃないですかね。ですからその前のところで1200ゴールドを稼がせないようにするというのが重要になってくると思いますね。最初のレーニングのところでしっかりと相手のヘルスを削って CS を取らせないような形、もしくはジャングラーを呼び込んで、ギャンクで倒すというのが重要になってくると思います。ただそうなった場合はジャングルが今何をピックしてましたかね。ちょっと今画面が見れないので
あれなんですけど、レクサイでしたかね、確か。でしたかね。そうですね、レクサイですね。ミッドレーン張り付きますか。まあ一つ有利を取らなければならないマッチアップのところですから張り付くと思いますがね。そしてまあ、ベイン。このベインというのがちょっと気にはなりますね。敵のタンクラインに対するカウンターとしてピックしたとは思うんですが、サイオンとセジャーニが一応固いチャンピオンと、あとブラッドもそうですよね、固いチャンピオンとしてはまあ上げられるわけですけど、ただこう芝で MS を上げてガッとこう前面に3体同時に来るような形を作られたとしたら、単体で順番に来るのであればベインは対処が簡単なんですが、同時に複数に圧力をかけられるとちょっと厳しいのかなという感じがしますから、ちょっと難しいのかなと。はいはいはい。ですからそういった形をチームがどれだけ作れるか、そしてジャンナのウルトを使って分断できるかが鍵になってくるのかなという感じがしますね。まあ一つカズタ選手のジャンナ期待したいですね。かなり久々というか LGL シーンでもピックしてますかね。ラウンド10で最後にピックしたのを覚えてますね。 RF との試合ですね。その時にジャンナをピックしたのを覚えてますね、はいはい、ルルであったりアニーであったりがかなり多い、あとスレッシュですか、印象ではありますけれども、そうですね、ジャンナを本当にこう、まあ、2ADC の構成といったところでディセンゲージを重要視しているという感じがしますよね。さあ今度は 2ADC どのようなバトルになるのかというところですけれども、なかなか、はい、戻りそうにないですね。ちょっと設定のところで苦労しているのかなという感じがしますね。そうですね、こういったところで集中力を切らさないでほしいですね。この間試合間も長い長く待っていたというのもありますからね。さあ集中力を切らさないでほしいと、うん、あとただこんなツイートもありました、あのエルグランさんのツイートですけど、今日はまあ調子がいいですよっていうことをまあツイートされてましたね。なるほど、体調としてという意味なのかは分からなかったですけど、結構前のあれだ、ツイートだったので、まあ、その調子の良さは今回、まあ、試合で発揮できるかどうか楽しみにしたいですね。さあちょっと長いですね、はい、さあ皆様は、もう起きられたんですかね、仮眠されて起きられてたんですか、それとももう1日見てらっしゃったんですかね。3割方の人が、まあ、1日見るとアンケートに答えてくださってましたからね、実際どうなんでしょうか。あとはね、生放送の方でちょっとニコ生で、放送させてましたが、メンテナンスということで止まってしまったので、他の場所での、まあ、配信となってますけれどもね、現在ずっと見てるよというコメントもありました、起きてたと。ありがたいですね。ああ、フォーカスミーの選手は普段どこのサーバーでプレイしているんだいっていうコメントもありますね。まあ基本的には NA サーバーもしくは LG 韓国サーバーのどちらかになると思いますね。まあ基本はやはり NA サーバーになることが多いんではないでしょうかね。 LGL も NA サーバーで、そうですね、トーナメントやってますからね。頼みますよ。頼みますよ。緊張しますね。緊張しますね。日本のゲームということは非常に。ところで体調は大丈夫ですか？ちょっと辛いですね。申し訳ないですが。まあ長いですからね。はい、ちょっと体調整え。僕たちの体調管理というのも一つ重要な、はい、重要ですね、使命になってます。はい、ちょっと先ほどからレボルさんが本当にちょっと顔色が悪いんですよね。はい、ちょっ
はい、あと1試合ありますよ、しかも。はい、頑張ります。あと1試合、8試合やって、現在7試合目が始まろうとしているところですから、なので、もう1試合、ありますけれども。そうですね、そして最後のところが、ノリに乗っている HR とブラジルのチームですからね、そうですね、最後の試合もちょっと見逃せないのかなという感じがしますが、まずは、フォーカスミのこの試合ですね。さあ、まずは。この試合からということですが、まだ調整かかりそうですか。ヘッドセットを外してますね。おっと、おお、大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。まあ暑いんですかね。暑いということですかね。ああ、そんなに暑い、暑いのに手には北海道手先は冷やしたくないということですかね。フォーカスミーの選手も幾人かはこう持ってまくり上げてますからね。そうですよね。まだもう少し時間かかりそうですね。先ほどはフォーカスミーのところにレフリーが行ってましたが、今回は、まあ、KLG 側ですね。はい、だんだん、話すこともなくなってまいりました。現在、朝の6時何分ですか。6時27分。6時半ですか。今では朝ごはんを食べ、日本では朝ごはんを食べ、準備をしている最中という方もいらっしゃると。随分とこれで7時間半ですか。7時間半です。昨日眠れましたか。一応眠れはしましたが、疲れはちょっと取れなかったですね。すぐ眠れました。いや、すぐは無理でした。家着いてすぐ寝ようと思ってたんですけど、やはりこういった配信をした後だと結構気持ちが高ぶっていて、うん、寝れませんでしたね。 2時間ぐらいちょっと家着いてから、あ、ブラブラしてましたね。ブラブラしてたって、もう家の中ものすごい家の中曖昧な感じ。いや、パソコン見てるだけだと眠くは全くならなかったんで、家の中ちょっとうろうろしてましたよ僕。あ、眠るために。眠るために。あ、ちょっと運動というか、はい、まあ確かに散歩を僕結構寝るために行ったりするんですけど、夜の散歩が好きなんですよ、はい、朝だ。帰っての散歩って日差しがこう眩しくてさんさんと照ってますよね。目がこうでも疲れてるわけじゃないですか。日に当たるとこうなるわけですよ、はい、うわーみたいな。散歩も行けないしと思って。大変ですよね。結構夜勤の方大変なんだなというのを感じましたね。どうですかレボルさん、筋トレしてみては。いや、肉体労働はやりたくない労働という感じじゃないですか運動はちょっとできればまあまあ、ちょっと歩いただけで筋肉痛になったっていう話も聞いたことがありますから、はい、対戦相手についてですか。 KLG は、まあ、今までのところ、まあ、先ほど申し上げた通りかなりミッドレーナーがアサシンのピックが多かったんですよね、はい、ルブランクやゼド、つまりしかもゼドを優先してピックしてピック負けしてしまってというのもありました。それぐらいミッドのアサシンというのを重要視してたんですが、今回はブラッドということなんですよね。 IWCI で見せてきたスタイルとまた違うというところがかなり意外ですね、まあ、ただしブラッドかなり先ほども HR がブラッドミッドで成績を残してますし、うん、そうですね、まあ、ウェイブのリボルバーが完成すれば連のところが弱さが一つ補える、そしてファンもある程度伸ばせるといったところで、試合時間を素早く試合を終わらせられるチームが少ないという読みなのかもしれないですね。試合時間が長ければ長引くほどブラッドは強力になりますからね。で、ITZ のような素早く試合を終わらせられるチームを相手に出すのはかなりリスクがありますが、まあ、フォーカスミであれば大丈夫という狙いがあるかもしれないですね。ただフォーカスミのこの個性で 2ADC じゃないですか。早く
終わらせるようなゲーム展開ってできるんですか？まあ、重要なのはタワーのどれだけ早く折れるかだと思うんですよね。お、あ、戻りましたか。はい、それでは見ていきましょう。スワップですね。スースマイトを打ってゴーレムからの流れ、ブルーサイドがデトネーションフォーカスミですね。パープルサイドが KLG となっております。これでボットにサイオンが現れたので、シバナはボットレーンに向かってますね。そしてトップサイドにシビルと静止が来ることが分かってると思いますが、ちょっとレンのコントロール経験値的な面で負けてしまう可能性があるので気をつけなければならないですね。はい、ゴーレも買ってきたであろうことヘルスを見れば分かりますかね。さあトップレーンでの 2v2 が起こるレーンでのスタートとなりました。これでミッドレーンのところかなりアグレッシブに CS を作ってますね。気をつけなければならないのはレベル2でのセジュアリのガンクなんですが、さあフックレベル2で仕掛けてきたのは KLG ユタポン、いきなりヘルスが削られている。ここでレベル2になりましたが、ヘルス差ができてますね。ポーションの差もできてました。ちょっとやはり、芝というチャンピオン、かなりレーニングのところが難しいチャンピオンですからね、こういった有利を取られてしまうのは仕方がないと。だからこそトップレーンに、ベインを置いたんだと思いますね。トップレーンでのその 2対2の負けであればドラゴンに直接影響することはないですからね。さあレクサ映りましたか。ワードしっかり置いてますね。置いてますね。しっかりとこういったところ計算ができているというか、あ、相手の行動を予測ができてますね。 KLG はまだトップに出く、あ、いや、あ、これはスカットラーですね。スカットラーのためですね。はい、さあダブルスマイトを使っていたのでヘルスはかなりアストロス選手の方が有利がありますが、こちらも同様にスカットラーを変わると。そしてミッドレーンのところも 6CS あたりを維持してますね。ワンジ選手レーンに行くのが遅れたということもあってかなり辛そうですね。はい、辛そうですね。サヨの方がかなり経験値的な面で有利に立っている、 CS のところでも有利に立ってますね。さあフレイからフックが目の前に立っていると危ないが、いや、ただいいダメージが出てますね。イグナイトのプレッシャーがありますからね。今のところでかなり楽になりましたね。気がつけばヘルス有利に立ってますか。ポーションはまだ、はい、あるとはいえ、ここでミッドのところに圧力をかけられるといいんですが、さあもう一度フック、ユタポンフレイもらっているが、イグナイトがあるぞ。イグナイトかけた、イグナイトかけた、あと1回、あと1回ヒールがある。フラッシュアウトを選択、芝が怖いぞ、芝が怖いぞ。さあカズタがキルを狙いにいってるが、これはまずい形になったか。さあブーメランを避けている。レベル4、芝パッシブが発動するデフォルトアタック、フックは届かない。いや、ジャンナのムーブメントスピード、レクサがトップに向かってますね。助けられましたね。さあここでアスタロール選手がトップレーンに入ってくる。セジャーニはボット付近、さあどのように立ち回る。さあフレイからフラッシュインからの打ち上げて1回2回ファーストボール取っていく。そしてカズータの竜巻、さあスラッシュアウト選択したがユタポンキル、素晴らしい。さあ2キルゲットしたのは日本代表デデションホーカスミ、いい立ち上がりをしました。これでかなりトップの2人は楽になったでしょうね。そしてカズ選手がサイトストーンを持ったのは非常に大きいと思いますね。これをどういった形で使うかで序盤の狙いが分かると思いますね。さあどのように使うか、例えば何かがあるんですか。例えば、まあ、ベインのためにベインが向かうレーンの周囲にワードを置く、もしくは敵のセジュアニを早急に察知するためにディープワードを置く、さらにはミッドレーンのこのセロス選手のためにワードを置くということも、この3通りの考え方があると思いますね。どこを選択しますか。さあまずはミッドレーン1本、セジャーには確認しました。赤トリンケット率消すことには成功。もう1回置きましたね。ミッドのためにワードを置きましたね。でそしてシェーンを後期完成させました。対してブラッドが変えてそうですね。この CS の数を見るとリボルバーですね。リボルバーですね。重要なアイテムですね。ここで
あこのレーンを戻しましたね。戻しましたね。そしてドラゴン、はい、先にドラゴンを開始したのはデトネーション。ここスミ、さあリボルバー購入できましたね。できましたね。余裕かなりありますか。はい、ここからがちょっとフォーカスミーとしては、あ、KLG 側はそのまま続行ですかね。続行ですか。うん、こうなると、うん、確かに、ベインとジャンナであればサヨンでは耐えられるということなのかもしれないですが、あ、だいぶただ狙ってますよ。狙ってますね。さあいいダメージが入る、かなり強気。そしてその動きで察知した KLG 側、ウルトはまだ残ってますから逃げることはできるのか。いや、うまくフラッシュイン、野球もんー、これはどうなる。タワーは今カズタが受けている時間をうまく稼いでるが、ミッドレーンでも当たりがある。いや、ボットレーンでユタポンがキルを起こしている。パッシブはきっちり逃げ切ってますね。見事ですね。そしてベインの、ま、ダブルのトゥルーダメージといったところがかなり効果的に機能しましたね。最後はまだヘルスが全く詰めてないですから。おっと、セジャーに体当たりフラッシュアウト。ここでボットのファーストタワー取れるような形までつなげられるとかなり大きいのですが、シオンもしっかりとファームができてますからね。今のところでボットのサヨンがへこんでしまった。芝野はレーニングのところサヨンに対してちょっと負けてしまっていましたが、このレーンのミスマッチのところでしっかりとスマイトを生かして進出稼げてますね。ここですね。ここですね、しっかりとミニオンが来るのを待ってフラッシュが落ちてましたからね。ウルトはどうなったんでしょう。あ、使った瞬間でしたね。ちょっと作用の動きは悪かった。それをしっかりと咎めた FM、 素晴らしいですね。そしてミッドでは 18CS 差。これはリボルバー完成してるんですけどね、はい、さあ思いっきり中に入っていく。そしてワーディングもできている。あ、レクさん、いや、アストロ選手強気、強気ですね。素晴らしいですね。ここまでなかなか見られなかったジャングラーとサポートの連携というのが FM 見せてますね。これはちょっと、まあ、立て直した感は今のところ見受けられますね。素晴らしい。さあもう一度、ただ分かってますね、これ分かってますよ。さあ打ち上げて、ただここにはブラッタ用。さあスレッシュ、フックがあるぞ。フックは避けている。そしてカズータの竜巻、しっかりとセラス選手もフォローアップしてますね。どん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 シバナとサイオンの CS が開いているというのは、あ、フォーカスミにとっては朗報かもしれないですね。お互い 1v1 やってるんですけどね。さあまた囲んでますか、はい、フォーカスミはジャングルの視界をボットサイド取りに行ってますよね。サヨンとしては安全な位置が真後ろしかないような状況、ほぼ全ての周りからプレッシャーを受ける状況になってますね。一方の柴名は、あ、ボンジー選手ですね、トップサイド KLG は全然ジャングルに入ってきていないと、対面だけに集中すればいいような状況になってますよね。そういったところのプレッシャーの違いで CS が生まれているのかなという感じがしますね。そして死んだハークが完成しました。おー、早いですね。早いですね。あ、しかも2枚完成してますか。これは大きいですね。レクサイは死んだハークに行きましたね。ただここから、いやでも 27CS 差ですか、ミッドレーン。はい、今現在26です。27行きましたね。これをより押し上げたいなという感じもしますがね。いやーでも、あ、でもちょっとマナがないですね。青バフは必ず必要ですね。かなりマナを使って積極的にハラスにしていますね、はい、さあブルーをどうやら渡すようですね。このブルーちゃんと渡したいですよ。そうです、しっかりと渡せましたね。そのままミッド周辺の視界をコントロールしながら、ベインはタワー、ボットのファーストタワーまだ残ってますからね。まだまだタワーがどこまでもどこもまだ折れてないですから、はい、あー、ローテーションというのはまだできないと思いますね。ただまあファームできる場所はたくさんあるといった感じ、通常ですか。ベインと柴田がマッチアップした場合、ベインは非常にレニム非常に厳しいはずですから、この時間帯でベインが柴田に対して、あ、シビルに対して、
CS 負けてないというのはかなり朗報と言えると思いますね。通常であればこの時点でだいたい10から 15CS 最低でもつけられていると言えると思いますからね。ここでなおかつ2キル持っている上で CS がほぼイーブン、つまり金額的には有利ですからね。さあこちらもまたダイブ、さあシビルウルト打ってます。さあフラッシュは打ち上げた、イグナイトがある、あと一発届くか、イーがクールダウンか、いや9でとフラッシュイン。さあまたダイブガンクが決まっている。さあそして KLG もピンなってますよ。なっている、ピンなっている、なっている、ユタポ気づいている。さあステルス状態になって、おお、サイオンのウルトをいなしたが、セジャにウルトがあります、ウルトがあります。さあヒールを使ってステルスでもう一度いなしてフラッシュアウトか。ここにレクセのカバーは来ているが、スレッシュフックが当たった。さあボンジーテレポート来ていたがローライフなために逃げきれない。さあそしてアスタロールエグゾーストボックスまでスレッシュが張っているために攻撃が来てますね。さあただセロスが寄って1キル、さあ AOE ダメージ、バーストがある、イグナイトでダウンはするか、いやしないですね。ここで今1-2交換、1-2交換ですね。芝を落として、トップのタワーを優先しても良かったと思うんですが、ベインが育つことを優先した感じはしましたね。イタボン選手がしっかりとファームできることを優先したと。ただ KLG も見事な反応を見せてきましたね。トップのところダイブしてきたボットは人数が少ないとカウンターのような動きを見せてきましたね。さあただし今回のゲームで少し違うのがタワーダイブのガンクが非常に多いなという印象が多いですね。ボットのところでも仕掛けましたし、トップも今のところ仕掛けましたね。かなり積極的に相手の弱いところを狙ってますよね。マップの状況の判断がこの試合はできているのかなという感じがしますね。そしてドラゴン、セカンドドラゴン、フォーカスミートとしては確保していきたいと思いますね。スケールといった面で後期とブラッドで大きな差がありますから、それをドラゴンで埋めていくというのが考えられます。ただテレポートがやはりないんですよ、ね、はい、差がありますけれども、それでも取るべきですかね。取りに行けるのであれば、いや餌にしますか。おっとサイオン来た、 E のブリンクから打ち上げは届かないですね。そこジャンナが寄っていましたね。ミッドはさあピンカードの合戦、ここにはジャンナが対応されています。ドラゴンは渡すということですね、フォーカスに。そしてトップの CG ですか。その後ちょっとボットレーンのベインがウェーブくらいに滑れているわけではないので、このまま行き続けるとボットに圧力を受けてしまって厳しいということで、素早く帰ってますね。いい判断ですね。ここにむやみにいたとしたら、タワーもおられて、なおかつダイブされてしまった危険性が高いですからね。このイタボン選手の判断素晴らしいと思いますね。このボットタワーが取られることは仕方がないと思います。フォーカスミーとしては交換するという意図があったと思いますね。ここまではうまくいなしていると思いますし、はいはいはい、有利をつけにいっていると思いますね。このミッドのヘルス、マナーもちょっと半分切っているというのは気がかりですね。そろそろセジャニのダイブもありますからね。ハラスがダメージが通らなくなってきましたね。はい、そしてセジャニが狙ってますかね。あ、光、あ、見事ですね。アスタロール選手がしっかりとカバーしに来ましたね。ゴールド差では2000ゴールド。おお、避ける、避けますか今の。なんという反応、素晴らしい。そしてミッドの CG に攻撃は向かってますよ。ページがありますから折れますか、折り切れませんか。あと少しですね、あと少しですね。自陣ジャングル内のその入り口のところにワードがないので、他のブラッド以外のチャンピオンが来てるかもしれないという。サフックからボックス、セロスダメージ出してウェブドスター、ただここにカズータが対応、ウルトを切っている。大丈夫そうですね、大丈夫そうですね。ただ CG か、ミニオンのウェーブのクリアといったところは難がありますから、ここはなんとかして、そうですね、硬い芝を生かして返しましたね。いい判断だと思いますね。これ素早く後期に戻ってきてもらって、ミッドのファースターは何としても維持したいと思いますね。さあどうやらビルドではトリニティフォースに走ってますね。そうですね、ヘルスクリスタル1個積んでますか。これは
どういうことですかね。勝っていますかね。だと思いますね。そして王権からのグローリーを目指しているのはカズータ選手。サイオンは、フローズンハートで、セジュニはそうですね、まあ、シンダーハークですか。シンダーハークからのワーレンズメイル、そしてオーメンですかね、狙いとしては。そしてここからトップのファーストタワーが折れていますから、芝生、そしてこの時間帯、装備差、レベル差を見ると1レベル差ができてますからね、サイオンを押し込める形になると思います。マジックダメージと物理ダメージのミックスなんですよね、芝生は。ですからフローズンハートだけでは対処しきれない、サイオンは押されざるを得ない、敵のジャングルにどんどん芝生が入っていってコントロールを取ってミッドレーンに圧力をかけるといった動きができるといいですね。トップに入れ違いのようにサイオンに行きますか。さあ、ただこれは決まりさにないです。おっと、ユタポン 1v1 仕掛けて、ちょっと1回ミスりましたか。ただパッシブ発動している。2回、3回、見事ですね。そしてミッドのタワーを折りました。折りましたね。完全にマップコントロール取ってますね。素晴らしい動きですね。ここまでとは、今までの試合とは全く違う動きを見せてますね。素晴らしいですね。これがフォーカスミーですよね。さあ、トンの力をぜひ見せてほしいと。でこのままミッドに圧力をかけ続ければボットのファーストタワーをベインが触れますから、はい、ベインはボットのファーストタワー割れますね。そして対処し、いや、あ、ボットクリアですね。ストップはまずは装備を整えることを優先しましたかね。慌ててないですね。慌ててないですね。次のドラゴンまでちょっと見据えたような動きな感じがしますね。ここで装備を整えてボットここはテレポートを持っている芝生に任せるという判断ですか。ここでトップにベインが向かってしまうと1分30秒後のドラゴンどうするんですかね。2つ目まで渡してしまってトップのセカンドタワーを狙うという判断ですかね。狙うんですかね。いや、ファームですか。あの溜まっているミニオンをここでシバーナがボットに行きましたね。来ましたね。ドラゴンを捨てる判断だと思いますね、フォーカスミ。さあ、ドラゴンは捨てるという判断。シバーナは多めの素材が徐々に出つつありますね。ただマジックリジットが、まあ、自身の素のダメージしかないので、はい、ただ強いですよ。スマイトはこれまだクールダウン中なので、これ使ってない状態のダメージですね。ただブラッドのダメージも痛いですね。 MR がまだ詰めてないですよね。一応マーキュリーのマジックリストありますが、まあ、総防具として見るとちょっと性能的には優れているわけではないですからね。テナシティあってこそのアイテムですからね。ここに圧力をかけてますね。ドラゴンはまだですね。今もうあと20秒で開きますね、はい、ただケール G もちょっと押し込まれている形になってますね。かなりフォーカスミーが攻撃を生かしてミッド押し込んでますね。さあ、ただドラゴン意識しているのはケール G 側ですね。ドラゴンに寄りたい寄りたいといった動きをしてますが、トップサイド際にかなりのワードを置いて、これはユタポン選手で勝負するといった感じですか。そんな感じがしますね。で始めた段階でミニオンのウェーブが来てないのが悔やまれますね。このドラゴンを見るときに、この初めての間にミッドのウェーブが来ていればミッドのセカンドタワーにウェーブを押し付けてという形ができたんですが、それでも捨てますね。ドラゴンは捨てトップにダイブ。さあ、ウルトはボディブロックで止めましたが、打ち上げから問題はミッドのファーストタワーですね。いや、トップのサードターンまで行きますか、もしかして。行きますね、これ行きますね。後期まで呼んでますよ。さあ、セロス選手5人、いや4人でトップサイドのサードタワーに触っていますが、ミニオンが、さあ、テレポートでミニオンを止めている。無理やりにも降りに行くフォーカスミ。さあ、タワーをもらっているのはセロス選手ですが、タワーを降り切りました、降り切りました。そして21分30秒という段階、素晴らしい判断ですね。
さあここからインヒビタが取れるかどうかですが、さあスタロール選手がサイを狙いに行きたいが、おおダウン、赤スマイル、いやイグナイトでダウン、イグナイトでダウン、さあそしてインヒビタを壊しきる、いやユタポンがさらにステルス状態での動き回るメイン、さあ倒されはしましたが3キルゲットしてるのはデトネーションフォーカスミー、そしてインヒビターも取りましたよ、いや素晴らしい、ワンデッドでワンデッドで取りました。ただシビルが今バックドアしてミッドレーンにサードタワー触ろうというシーンですが、ただシビル単体ではこの時間帯無理でしょうね。この交換の判断素晴らしいですね、見事だと思いますね。これで大きな有利を得たと思います。次のドラゴン戦のところではまだもうインヒビターが湧いているとは思いますが、トップの芝菜のプッシュの圧力はこれでかなり生まれてますね。そしてこの間トップに3-4は貼り付けになる、トップの視界はしっかりと得られる、芝菜の圧力が生み出せる、ボットのサファートタワーへの圧力といったところもフォーカス見できますからね。ただバロン意識してますか、芝菜トップに行ってますね、バロン意識してますか、してますか。2スマイトであること、ベインがいること、ベインの装備がブレード・オブ・ザ・ウィンド・キングであること、ブロンズサスターまで購入してますよ。なるほど、確かにユタポン選手らしいですね。そしてアスタロール選手がボットを押すと、ウルトがありますということですかね。 TP はないですから、しっかりと奥の視界を取りながら丁寧に始めますね。ボットのファーストタイはほぼ確実に取れるでしょうね。ただ奥の視界が取れてないのでレクサイとしては及び腰になりながらだと思いますが、ただそれでもバロンプレッシャーの方が大きいですかね。ピワードを置くたんびに今壊してますね。そしてボットタワー、はい、そのままセカンドタワーまで圧力をかけますか。さあサイトストーンが残り2つですかね、なんとか、あ、かけそうですねこの動きは。はい、ピンクワードを置いてですね、来ない限り、はい、そして来た瞬間にこの動きどう見ますか。いや素晴らしいと思います。これは KLG としてはちょっとなすすべがないと思いますね。トップにサイオンを貼り付けですからね、ミッドでエンゲージするしかない。ただしそのエンゲージに対してはしっかりと回として下がってます。そして回として下がっている間にベインがボットのセカンドタワーを狙ってますね。あー後期まで行ってますね、ボットのサードタワーまで守りに行かなければならない KLG。 そしてミッドを守るのはボンジン選手の芝穴、そして芝穴が押してますね。守りに来たところミッドのセカンドタワーまで、いやちょっと帰らせないような動きを優先しましたが、はい、素晴らしい、これで割れますね。さあこれ割れますね、ローテーション完璧なローテーションですね。集団戦で当たらないという選択肢、ここで無理をしない。さあただ来ますよフック、アスタロール選手が壁に肉壁になるような形でフックに当たりに、そしてセジアリのウルトが完璧に入りましたが、カズト選手ウルトを切った、ただセロス選手の AOE ダメージ、そしてここにボンジンが来る。さあここでの集団戦の当たりどうなるか、 KLG かなりローライフになっている。まずはボンジン選手が1キル拾っている、ユタポンが生き残っている。さあ採用のパッシブは逃げ返っているような形、さあブラッドが追いかけてはきますが、きっちり回として1-1交換で収めた。サードタワーを取った上で1キル交換、ネクサスタワー割れましたよ。わー見事ですね、これは大きい、1本です残り、素晴らしいですね。今のところちょっと集団戦でフォーカスがずれてしまったのが気がかりではあったんですが、しっかりとその立て直して1キルで抑えて、1レッドで抑えてタワーをこれで2本、大きいですね。さあ5900、いや6000ゴールド差あるでしょうか。現在26分に差し掛かろうというところです。ここでセロス選手後期上位仮面買ってますね。タンクに対するカウンターアイテムを積んでますね。そしてイージスが積まれていない、マジックレジットのアイテムが1つも積まれていないところを見ると、後期のダメージは素通りと言ってもいいでしょう。ここまだまだフォーカスミン集団戦非常に強い時間帯になっていると思いますね。さあそして KLG 先ほどからやはりバロン警戒してますね、せざるを得ないでしょうね。非常に素早く終えられますからね。アイテムを見てください、そのヘルスへの割合ダメージの多さですよ。芝菜の自身のダメージも相手のヘルスの割合でダメージが増えてきますよね。後期の上位仮面もそうです。そしてベインの自身ダブルのパッシブ、
ブレイド・オブ・ザ・ルインド・キング素早くバロンを狩ることができますからね。警戒せざるを得ない、その警戒心をうまくフォーカスに利用してマップのコントロールを取ってますね。そしてユタポン選手がまた面白い位置に入ってますね。バロンをやるふりをしてサイオンを狙おうといったボットレーンでの動きが今起こってはいるんですよね。できればここ複数人でドラゴンを狩るのではなくベイン一人で狩るとかいうそういった動きができるといいんですか。勝負仕掛けましたよ、仕掛けましたか、仕掛けましたよ。さあこれには慌てて KLG 対応がここは逃がさないようにソナーで追撃しながら、こういった時のソナー非常に強いですね。さあ後ろから挟まれるような形にはなりますが、そこには味方の援護もある。さあねインヒビターをゲット、そしてボンジー選手がきっちりボディブロックをしている。ここにスレッシュが入りますが、ユタポンがフラッシュで避けている。いや素晴らしい打ち、素晴らしいアスタロールの打ち上げ。さあ2キル持っていくのは出だしはおかずみ、そしてユタポンはダウンしましたが、もう一度打ち上げて今度はセロスが吹きフリーになっている。後ろからブラッドが来ましたが、ウルトをもらったものの下がることには成功しそうですね。さあ 2-2 交換、インヒビターをゲットしたのはフォーカスミ、サイオンのウルトは落ちてますね、大丈夫ですね。これは大きいですね、さらにバロンへの圧力といったものが増しました。そしてドラゴンを取る、この2つ目のドラゴンのバフ、建築物への 15% ダメージ増加、ここに来てガゼン効果を増しますからね。はい、インヒビターにも発動するんですね、はい、建築物全般に発動しますからね。つまりネクサスにも、そしてネクサスタワーにも発動すると、はい、大きいですよ。これは本当に大きな建築物を取りましたね。ここからで慌てずに今までのマップのコントロールを維持しながら試合を展開していけば、フォーカスミーほぼ確実に勝てると言えると思いますが、さあそれでも金額はまだ5000ゴールドなんですよね。そうなんですよね、集団戦のところではちょっとミスをしてしまうと負けてしまう可能性がある。そしてスケールの面では KLG の方が有利なわけですから、しっかりとオブジェクトの有利を生かしてコントロールしていきたいですね。さあそこ多分意識してるでしょう、持っているピンクワードの数は3本、さらにはオラクルが2つありますか。そしてとにかくアスタロール選手がスプリットプッシュをしていますね、はい、さあバロン、あ、開始しました。バロン開始がワード起きましたよ。ブラッドが帰ってる情報を手に入れてるんですかね。あーなるほど、サフッと一度仕掛けてプレイ。さあここのバロンどうするのか、3本置かれたここで TP が来る、 TP を使わせてバック。さあ採用のウルト、セジャニのウルトがありますが、そこの通路を塞ぐように前に出る。さあユタポンを狙いに行くのはセジャニですが、 かなり厳しい展開にはなっている。ボックスで、いやベインがフリーですよ、アスタロール選手が3人引きつけている。さあ AD キャリーがフリーになっていますが、ここでの交換11交換にはなっている、4分4での集団戦。いや今のアスタロール選手の動き完璧でしたね。相手を3人止めたことによって、ネクサスが、ネクサス狙っていますよ、ネクサスを狙ってます、ね、ネクサス狙ってます、ネクサスを狙ってます。割れました、いけますよ、割れました。さあその通路を塞ぐように KLG がボディブロックをしていますが、ネクサスがミニオンで、いやこれ守らないと、いやただインヒビターも非常に辛いぞ、どっちを取る。サイオンがネクサスを守ろうというミニオンが湧いている。さあ非常に溜まっている。さあこれインヒビターが割れます、ここで、いやしっかりと冷静に判断しましたね。そしてここでバックですか。そうですね、そのデスタイマーがまだ短い時間ですから、冷静に判断した、素晴らしいと思いますね。いや集団戦のゲームではないんですよね、ネクサスを折るゲームですからね LOL は。いや素晴らしい、いやただ今の集団戦のところアスタロール選手の動き完璧だった、完璧でしたね、完璧でした、完全にそのセジュアニを孤立させるような形、ブラッドが慌ててフォローアップしようとしていましたが、それでも2人、完全にブラッドがダメージも何も出せず、ベインがしっかりと役割を果たしていましたからね。さあそして大量のワードがじっくりやろうという形ですか。はい、じっくりやろうという形ですね。
おっとミッド、ブロッド、いい判断ですね。スマイトを打っている、ドットダメージが非常に乗っているぞ、非常に乗っている。さあダウン、イグナイト、これブラッドが落ちました。 5V4 確定、どういった判断をするのか。ミッド CG、 慌てる必要はないといったような落ち着いた動きです。そして CG ですね。さあ1本、もう1本折れば、さあもうタワーを持ちながらでも降りに行く、降りに行きますね。 2ADC だからですから早いですよ。さあただここで芝のウルトから再4、ただうまく避けている。ここからの展開、さあ最後の9、これはただアスタロ選手が捕まった、フックに捕まった、ちょっと無理をしましたかね。うまく回答しきり、ただここでネクサスが上がりましたが、ただスマイトがありますからね、バロンできるのではないですかね。ただワードがあることをちょっと確認できてますかね。ピンク置いてますが、ここでピンク映りましたね、はい、セジュアニが。ここでもセジュアニがここで映ったとしたら視界があることが分かって、ただ、さあただ終わりますか、終わりますか、終わりますか。いや、やめました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 。さあユタポンがフラッシュイン、1回、2回、3回、4回、そのまま続けてますか、続けてますか。バロンは続けてます、ています、続けてます。さあバロンゲット、これは大きい、素晴らしい判断ですね。ベインだけでキルができるという判断をして、そのままバロンを続けた判断、素晴らしかったと思いますね。そしてこのまま残っているミッドのサードタワーを取りに行けばほぼ確定でしょう。その間にアスタロール選手もしくは凡人選手がボットのインヒビターを狙うという形でスプリットプッシュを続ければ KLG としてはどうしようもないと思いますね。さあただグループアップしてますか、グループアップですね、はい、ジャングルの視界がないといったところで気をつけているという感じがしますね。あ、ただ捕まえましたね。さあ打ち上げて、いやセロス選手いいダメージが出る。さあダブルのブリンクからダブルを使わしたがランタンで逃げ切ることに成功。その間にミッドの CG、さあミッドのタワーが折れた。セジアニのウルトをどのように打ってくるのか。 KLG 先にインヒビターを優先してますか。はい、インヒビターを優先してますね。そしてそのままネクサス、さあネクサスまで行くのか、行くのか、いやただ無理はしないのか。ブラッドが戻ってくる。セジャリのウルト、キャリー2人捕まったが、ベイン、いやユタポンは察しがある、察しがある。そしてジャーダカズウタの打ち上げから、いやーここで凡人のウルト、綺麗にセジャリを取りました。さあブラッドが奥には入っているが増量を発動している。さあユタポンにはエグゾーストですが、ユタポンは関係ない。まあどんどん前に出ていくのはユタポン。さあネクサスがあるわ、だネクサスを殴りに行く、ネクサスを殴りに行く。さあデトレーションフォーカスビー、日本ついに勝利となりました。あー抱き合ってます。いやーよかった、これもっと映してほしいですね。いやーよかった、ここまで苦しかったでしょう。そして勝った試合がこれとフォーカスミーという試合でしたよね。集団戦もそのオブジェクトを優先していってローテーションのところで勝っていく試合、 LOL はネクサスを折るゲームなんだと、タワーを折っていくゲームなんだと、そういったところを見せつけるようなゲーム展開でしたよね。いやーちょっとちょっとねうるっとしてしまい、ちょっと体調の悪さが僕今吹っ飛んでますね。ちょっとね今この一勝っていうのがどれだけもうものかというと、本当に LOL が始まってこの5年目になるわけで、まだサーバーがない状態の国が公式大会で世界大会のつながる道の大会で一勝を挙げたということなんですよ。大きいですよね、非常に大きいと思います。いや皆様これから現実に戻しましょうか、はい、これからお仕事ですけれども、はい、いい気分でいい気分で今日はぜひともまだあと僕たちもあと1試合ありますけれどもね、いや本当に、ちょっと顔を洗いたいので一旦休憩とさせていただきましょうかね、はい、いや本当に本当に良かったです、はい、それでは一旦失礼いたします。